かります？この雪の積もり方、積もり具合。こんな感じよ。皆さんこんにちは、エミカです。今日は厚別区のひばりが丘というところに来てます。仕事の帰りなんですけど、ここに美味しいラーメン屋さんがあるって聞いたので、ちょっと寄ろうかなと思って歩いてます。すごい雪なの分かります。なんか歩いてたら急にサイロが出没。これ住宅街で団地なんですけど、すごい雪でしょ。こんな感じですよ。シンっていうお店なんですよ。行ったことないんですけど、今ね、お昼の12時半ぐらい。どんなお店なんでしょうか。なんかね、つけ麺で厚盛りが美味しいんだって。ちょっと楽しみにしていこうかなって思ってます。今日はね、帽子かぶってマスクして長靴履いてる。もう住宅街の中のラーメン屋さんなのかな。全く来たことがないところなんですけどねえ、すごいでしょこの雪。これさ、すごいんですよ今年雪が。 1.8 倍っていうんだけど、あらゆるところで車が埋まったりとかしてました。スキーできそうですよね。ここわかります？この埋まり具合。じゃあ Google マップに連れてってもらってます。ベーグル専門店ふわもち屋って書いてある。カフェがある？ふわもち屋さん。Thank you.
すっごい美味しかった。自動販売機があるんだ。クール麺だって。冷凍自動販売機。一人ラーメンだったからなんか感想とか言えなかったし、今日あの固定の三脚持っていかなかったので微妙に中とか取れなかったんですけど、麺の量が選べるんですね。200、250、300 で厚盛りっていうのは熱い麺に熱いつゆにつけて食べるつけ麺なんですけど、あのね、おつゆの中にゴロゴロお肉が入ってて、魚かって思うぐらいのホロホロ加減のお肉が入ってて、ネギが入ってて、甘めの濃いおつゆなんですよ。それでところどころで柚子の味がするので、魚系の味もさ混ざってる感じがするんですけど、本当のところはわからないんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。私ラーメンのおつゆ飲んじゃいけないと思ったけど、ラーメンのつけ麺のつゆ全部飲んじゃいました。めちゃめちゃ美味しかった。もうね、感想言えなかったのが残念。その場ですっごい美味しかった。いやー、また行きたいけど、さっき来た時に見たサイロありますよね。あのサイロってなんか歴史の建造物みたいで、なんか旧ババア跡って書いてあったかな。いやー、でも美味しかったな。お昼時で男性ばっかりだったんですけど、私お釣りもらい忘れちゃって、お釣りお釣りって後から来た方に声かけてもらって、お釣りもらっていいのかと思ったよなんて言っても言われてね。これこれ、サイロサイロ、ちょっと行ってみる。なんか入れんのかな。どうなってんの。行けるの。入れないか。なんか上の方にほら後からつけたのかな、馬のババアトって書いてあったんだよね。札幌も広くて、この辺りは住宅街なんですよ。中心部とはちょっと違ってて、本当に何もないっていうか、さっきのラーメンのシンってお店のあの通りは国道12号線沿いなんですけど、今私が向かってるのは地下鉄東西線の左が丘っていう駅に向かってます。そこから歩いて10分ぐらいのところにさっきのラーメン屋さん、あそこね、つけ麺以外にも普通のラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメンもあるし、ザンギもありました。ザンギ定食とかもあと690円ぐらいであった。私が食べた厚盛りは870円だったかな。いいお値段しますよね。でも美味しかった。また行きたいなって、子供が帰ってきた時に東京から連れてってあげたいなっていうお店の一つ。美味しかったです。ラーメンしんさん、ごちそうさまでした。なんかあんまりね、外食もしないし、たまにちょっとあまり行かないところに行くときはこんな食事も面白いですよね。美味しいものまたご紹介できたらいいなと思います。美味しかったな。なんかもう時折香る柚子の香りと柚子の味が何とも言えない感じ、さっぱりする。うん、だからこってりっていう感じはしない。 250g 頼んだけど意外とお腹いっぱい、食べきれるかと思ったけど食べちゃったけどね。200でもいいかもね、女性の場合は。今お腹いっぱいだけど、でも夜お腹すくんだろうな。夜は食べない決意をしたいぐらいだけどね。帰ります。今日は札幌の旬な雪の情報と美味しいつけ麺屋さんのご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。